皆さんこんにちは、ダイタラです。イナズマイレブン GO2 クロノストーン、今日も進めていきましょう。さあ今日はね、ベータっていうこうアルファのね、後釜ですね、ベータと戦う回ですかね、やっていきたいと思います。あなたたちのデータは実況担当にインプットしておきましたから、始めちゃいましょうかさて、試合メンバーを編成しよう。天馬以外は自由に編成できる。あ、自由にやっていいんだ。まあでも基本的にはね、ライモンイレブンでやろうと思います。さあテーマをスタメンに入れよう。テーマはスタメンでいいでしょう、どう考えても普通に。さて、皇帝ペンギン2号。あら、影山くん。クラマのところに、よいしょ。影山入れちゃおうかな。で、剣に、神様、フェイ、天馬。うん。まあ、フォーメーション的にはいいでしょう。キーパー、三国さんじゃなくて、シンスケで、三国さんはもう二度と出てくることはないでしょう。ごめん。ごめん、ほんと。で、ハンターズネットの君はこっちで。よいしょ。こんなもんかな。早見入れるとこねえな。まあまあ、ナミピエがダメだったら、ね、入れ替えていくって感じで使っていきたいと思います。よし、では、よろしく。さあ試合再開だ。日本代表 VS アメリカ代表の親善試合。日本代表に大量得点を許したアメリカ、巻き返すことができるのか。あち、わしらがアメリカ代表であっちが日本代表、混乱するぜよ。んなこと言ってる場合か。やつらはこの試合でサッカーが野蛮で危険なスポーツだと世界に知らせる、知めるつもりだ。きっとラフプレーをしてくるはずだ。気を引き締めていけ。はい、行くぜみんな。ベータちゃん女の子なのに出てくるなんてな、可愛らしいやん。よし、まあ、ブリッコガールですけどね、俺嫌いじゃないぞ。さあ行きましょうか。アメリカ代表 VS 日本代表で、こっちがレベル5で向こうがレベル9。ちょっと高いですね、向こうの方がかなり。はい、じゃあ、フォーメーションこんな感じでいきまーす。さあ日本代表変な感じだね、敵が日本代表って。さあベータちゃんですね、これが、プロトコルオメラ 2.0 のキャプテン。一見心優しい性格に見えるが、裏の顔はロングシュート技を持ってるんだね。うん、ロングシュート持ってるから、シンスケなるべく早めにね、化身発動しておこうかなと思います。はい、じゃあよろしく。ホーリーロードスタジアムで行われる試合だ。頑張ろう。絶対勝つぞ。さあ、超満員の国号、ホーリーロードスタジアム、アメリカ代表のキックオフで試合再開です。ね。早く俺、イナゴのアニメ見たいんだけど、まだイナ入れがね、世界行ったとこだよ。なかなかね、かかりますね、見るの。86話ぐらいだったかな、今俺。120話ぐらいあるんだよね、アニメって。ね。さて、ドリーム、お願い。誰こいつ。頭がドリームやな、ほんま。何？わー！影山くん！日本代表ドリーム、激しいチャージでアメリカ代表からボールを奪った。なんて危険なプレイだ。何もしていいことになってるらしいな。まあそういうことだよ。サッカーは野蛮なスポーツにされてしまう。奴らを止めるぞ。まあ、決心で止めるしかねえか。アドバンスゲージを貯めろ。よし。さあとりあえず決心発動しときましょうか。まあ、シンスケでいいかなと思ったんですけど、いや、シンスケでいいか、先に。点これ以上入れられたらまずそうだし。さあ、シンチちゃんのキス。で、やつ、タイタニアス。さて、まあ、まあまあまあ、で、まあまあまあ。さあ、ワントラ負けちゃったスピニングアッパーに。これやばいやつやろ。オフェンスコマンド、ゼロフォー。あー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 あああああ飛んでけーっていう。飛ぶねー。さあ、甘木だ、ド。アトランティスやろうぜ。あ、なかった、アトランティス。ね。ビバ。懐かしいビバさん。アトランティス忘れちゃったの？あなた。ああ。よし。さあ、キリノちゃん。てんまあ、やっぱいい。さて、どうしようかな。錦か、影山。影山くんかな、うまく回していきたいのは。フェイにパスしよう、ここで。アグレッシブビート。いくぜ、みんな。アグレッシブ。バイバイン。ベータちゃん、ざまねえぜ。影山。うおーっと、取られたの？なんてこっちゃ。さあ、フェイ君、頑張って。いいぞ。フェイ。うわ、フェイも負けたか。
くそ、レベル差があるから技じゃないと止められなさそうだな、これ。ねえ。さあ、天馬これ TP 使い切っちゃうけど、まあ、ええか。さあ、ワンダートラップ、ワンドラ。天馬有能やな、相変わらず。ドリブルからブロックまで、何でもできる。一流ミッドフィルダーだよ、ほんと。ねえ。さあ、フェイ。え、化身発動、敵化身？なんでなんでなんで？え、こっちは、いや、化身発動しないけど。うわ、キーパーの化身か。しかもめんどくせえ。バロンくん。あ、取られちゃったよ。剣取れるそれ。よし、いいぞ。ダメだ。くそ。アドバンスゲージがなかなかたまんねえ。さ、テンマ。テンマやばいよ。うわ、抜かれた。さ、タクティクス発動。マジで、こっち持ってねえんだよ、タクティクス。なにこれ、タクティクス AX3。出た出た、いつものやつ。くそー。ダメだ。化身使おう、ここで。テンマがもう使い物なんなくなった。あ、間違えた。あー、待って、間違ったせいで、化身発動時間が遅い。天城だど。錦だど。キリノちゃん、ナイス。フェイ。で、剣、化身。あー、待って、もう、化身発動できねえ。避けてくれ。くそー。あ、止められたよな、そりゃそうだよな。さあ、前半がこれで終わっちゃう。8対0って何これ？これ勝たなあかんの？無理でしょ、こんなん。とりあえず、アドバンスゲージ貯めたらいいんでしょ、とりあえず。トリマトリマ。よし。神様を信じろ。ふふふ。決心マジ使おう。今度こそ天魔、フェガサスアーク出そう、ちゃんと。よし。で、おっと。いいぞ。ま、フェイ、剣、ゲ、あ、アドバンスゲージのマックスだった！よかったよかった。じゃあ始めちゃいまーす。なに？うわ、剣？声が、のぶとくなった。いきなり？しかも喋った？フルパワーついてんだけど。え、これ止めれんの？しんすけ、一応やってみようか。しんすけを信じろ。シュートコマンド07。なにこれ、ボール分裂したけど。頼む、しんすけを信じろ。魔神ザハンドーだっつマジかおバカさんはしんすけ。ゴール！日本代表地点、ゴールを決めた！やはりあいつらも、化身アームドを使えるか。あんなもの出されてきて、テンマたち大丈夫かよ。大丈夫。テンマも化身アームドをマスターしてる。うむ。確かにマスターはしたのだが。何？何かまずいことあるのか？うむ。どうしたの？え？テンマで挑むか？よし。頑張ろう。ただ、なんかイベントがあるの？あ、もう一度あの時のように、化身アームドをするんだ。そうすれば点は取れる。うわー、ペガササーク！勝手にアームドされた。あれ？アームドできない？なんで？なんで？やっぱりか。どうして？どうしてアームドできないんだ？何があったの、テンマ。前半終わっちゃったよ、それで。マジかよ。何があったの、テンマ。テンマ？どうしてアームドできなかったんだ？これは、推測なんだけど、前回アームドできた時のような共鳴現象が起きていないんだと思う。ああ、共鳴現象か。歴史干渉が行われた直後は、時間の流れの振幅によって、パラレルワールド上に複数の天魔が存在していた。ああね、たくさん天魔がいたから。だから、複数の天魔同士が共鳴して力を高め合えたんだ。でも、時間が経ってライモンに関する振幅が収まった今、パラレルワールドが消えて共鳴現象が起きない。ああね、今細いんだね。天魔一人しか二人しかいないんだ。天魔の力が足りない？アームドできないってこと？うん。君がアームドをできるようになるには、自分自身の力を高め、
本当にアームドを身につけるしかない。まだ雑魚なんだね。使えない力にすがってるわけにはいかない。やばくね、アームドできないって。今は自分の力、自分たちの力で戦い切るしかない。勝てないでしょこれ。さあ、日米で親善次第後半戦が始まもなくスタートです。0対9やけど大丈夫これ。ベータちゃんどうやって止めよう。何？ベータ、対峙せよ。イエス、マスター。何すんの？天馬が飛んでいく。松風、オルカの激しいチャージに吹き飛ばされた。明らかに反則行為だ。だが日本代表プレー続行してるぞ。あー、影山まで。またもレッドキュアード級のラフプレイ。だが日本代表またプレーをやめない。これどうすんのこれ。歴史改変な、改変されちゃうやん。なんということだ。日本代表審判を無視して試合を続けている。大変です。大変なことになりました。サッカーじゃないぜ。ここで試合を止めれば戻せなくなる。どうすれば。もっと前に戻ろう。じゃあ、いやきちいなこれ。ザ・ミストか、失敗。天城、カリアも多分間に合わねえな。浜野もビバ、クソビバ失敗。クリティカルアタックやめろー。シンスケが死んじゃう。シュートコマンド03。かっこいい。止めてくれシンスケ、いいとこ見せてくれ。マジンズハンド、あい。マジか。10点目取られたんだけど、一体どうすれば。ごきげんよう、ヘイさん。やっとお話できますね。あなたという存在はエルドラドのアーカイブにも記録されてません。でもタイムジャンプやリュプリなど私たちと同レベルのテクノロジーを持っている。エルドラドに対抗するイレギュラー要素、あなたは何者？お答えなさい。あなたは誰？なぜ私たちの邪魔をするのですか。フェイって何なんだろうな。知らない。フェイ、フェイルーン、僕はただお前たちからサッカーを守りたいだけだ。フェイはサッカーの妖精や多分。あら、まだ抵抗しちゃうんですか。かわいい。じゃあ望み通り遊んでやるぜって口調がやばいって。前代未聞のこの試合、いやもはや試合とは呼べません。このまま日本サッカー史上最大の汚点となってしまうのか。負けない。サッカーを守るためには勝つぞ。勝つぞって無理でしょ。10点飛んでて10点。いやいや、どんな試合展開やそれ。うわー、影山くん飛ばされすぎやで。ほんと新様、みんな飛ばされていく。ビバがドーッドドドー。マジかよこれ。どうすんねん。キャッチ、さすがに止めれるやろ、しんすけ。うそーん！化身が通常クソ雑魚シュートに負けたで。ゴール！日本代表、さらに追加点を決めた！これどうしよう。おっと、ここで審判団が中止を宣言。この試合は中止。サッカー親善試合がまさかの中止です。これはあかん流れやん。これはサッカーと呼んで良いのでしょうか。ザッカーにする。ザッカーじゃないね。さあ試合終了です。11対0。歴史的敗北を期してしまった。うそー、ぶっ飛びパンチイケメンアップって。キリノちゃん、キリノちゃんは女の子。あまりにも乱暴、あまりにも凄惨。アメリカ代表満身創痍。まさか日本代表がこんな試合をするとは、ね、同じ日本人として残念です。マインドコントロールモード。何マインドコントロールって。これ以上インタラクトに介入されては面倒です。さあ天馬たちも洗脳されんの。これからあなたたちのサッカーの情熱全部奪っちゃいます。二度とエルドラドに歯向かえなくなるよ。ちょっとこいつマジ鬼畜やな。
シーさんは逃げて。え、どうなんのこの子から。フェイ封印。え、なんか吸われてるで、フェイ。ちょっと、フェイが、どうしよう。え、これ捕まっちゃうの、フェイ。なに、それ撃ってどうなんの。それ意味あんの。早く逃げろ。なんで三国先輩引きずってんねん。何もしねえだろお前。ゴッドハンドさすがやな。ベータ目標変更だ。何？エンドを守るを封印する。嘘だろ。守るくん。待って待って、守るくん。マジで言ってんの？待て、ジェンマ！遠藤の行動を無駄にするな！発進だ！遠藤監督！超次元？次ぎひんか？大丈夫です。遠藤守さんの封印はうまくいっちゃってますから。マモルくん、夏目にどう言うんだよ。監督は、遠藤監督はどうなってしまったんですか。てか、博士、おそらく封印されたのじゃ。封印？圧縮された次元の中で動くことも話すことも何もできない状態にされてるはずじゃ。遠藤監督、歴史を元に戻すことができなかったんだ。どうしよう。落ち込んでる暇ないぞ。今これからどうするか考える時だ。みんなが落ちたらいずれ反撃のチャンスは来る。それにいつまで悔やんでいる。お前たちを見て遠藤が喜ぶはずがない。熊の言う通りじゃき。待って待って、どうしよう。木戸パイセン呼ぶか。錦先輩、奪われたなら取り戻せばいい。俺たちはそうやってねえ、俺たちもサッカーを取り戻した。そうだな、うん、そうだよ。取り戻そう、みんなで遠藤監督を、俺たちのサッカーを。かっこよかったね、ゴッドハンドに羽生えてるやつね。やるならあなたたちだけでやってください。早見くん、僕はもう協力しません。なんで、なんでサッカーなんかしてたんだぞ。あ、今でもわけわかんないぜ。中華帰ってテレビ見ようぜ。洗脳されとる。どうしたんだみんな。別にどうもしてねえよ。正気に戻ったってとこかな。サッカーなんて二度としたくねえよ。思い出すだけでムカムカする。どうしてあんなスポーツやってたんでしょう、僕は。かけやまん、お前。辛い方ばっかだよな、サッカーなんて。なんであんな思い出なのかわかんないよ。え？また歴史が修正された？ライモンサッカー部のみんなが、仲間から外れた。ちょっとお前、遠藤守のこと、忘れたんか？お前ら、ライモンサッカー部のみんな。うわ、地獄や、これ。このゲーム。暗すぎやろ。重すぎやろ話。本当いなくなっちゃったらどうしたの？マインドコントローラー派だったのが。マインドコントロール？奴らの放った光線、あれは人間の考え方を変えてしまう効果がある。じゃあみんなサッカーの熱い思いを失ったのか？生優しいものではない。サッカーを嫌いになってしまってるはずだ。そんなことが、そんなことで俺たちのサッカーの思い変えられるものか。だが、敵の強さに圧倒され、絶望の淵に落とされれば人は弱くなる。そこを責められてた。なるほど、みんな弱ってたんか。だが、あの光線は俺たちも浴びた。どうして俺たちは無事だ？心が強いの？化身はもともと、人の心の強さが形となって現れたもの。あ、化身持ちだけ残ったのか。それが障壁となって光線を跳ね返したのじゃろう。じゃが彼らは、ダイレクトに光線を受けてしまった。無理やりサッカーを嫌いにさせるなんて卑劣な手を。なんでサッカーは嫌いにならなきゃいけないんだよ。サッカー悪くないのに。本当はひどいよね。どうしようこれ。
マネージャーにもサッカーしてもらうか。博士よ、なんとかみんな元に戻せんかの。マインドコントロールは一種の催眠術だ。プロトコルオメガを倒せば解く方法が見つかるかもしれん。倒さなあかんのか。じゃあ、あいつらを倒す？ボコボコにされたばっかじゃねえか。勝てんのかな。じゃが方法はない。時間が経てばマインドコントロールを受けた連中はサッカーが嫌いという今の気持ちを受け入れてしまうかもしれん。どうしよう、マジで困ったね。まあ頑張るんじゃな。どうしよう、天馬。ほんまやばい。やつらを倒せるチームを作るしかない。え、地上最強のチーム作るしかねえの？俺たちの監督、俺たちの仲間、俺たちのサッカーを取り戻すにはそれしかないよ。今よりも強くなって、化身アーモードの力も手に入れて、必ずプロトコル、オメガを倒してみせる。おう、化身アーモードか。あの力はなんとかなるかもしれんの。だがどうやって手に入れる？わかんない。でも、時空を超えたって歴史がおかしくなったって、強くなる方法は一つしかない。特訓だ。いいぞ。遠藤監督ならそう言う。でもどこで特訓する？日本にはまだサッカーうめえやついるかな。やるぞ。大丈夫かしら。何やこのコーナー。ほんと出た。属性相性だよね。はい。ね、でも今作なんかあんま威力アップ少ないって聞いたけど。相手に対して有利な属性の必殺技を使うのも効果的だから、いろんな属性の必殺技を使いこなせる選手はバトルが有利になるよ。へえ。天馬が今回いっぱい覚えてるもんね、技のタイプ。化身バトルに影響するんだ。え、化身の属性とかあるの？それ。あ、そうか。よし。ということで、じゃあ皆さんすいません、今回はこれで終わりにしましょうか。遠藤監督が封印され、ライモン中のみんなもね、サッカーを嫌いになったよね。圧倒的敗北を喫してしまったライモンイレブン、テンマーズ、果たして全てを、サッカーをね、監督を、仲間を取り戻すことができるのか、次回お楽しみに。ということで、チャンネル登録されてない方、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。ネタバレはなしでお願いします。また次を見てください。おつぱよ。